永遠の美少女と呼ばれていた女優の内藤陽子さん。人気絶頂だった1970年に電撃結婚したことで話題になりました。しかし、その後、娘夫婦の息子をめぐる出生騒動に巻き込まれています。未だに批判の声が相次いでいるという騒動の結末とは、調べてみましたので紹介します。内藤陽子さんのプロフィール。本名、北島陽子。生年月日、1950年5月28日。出身地、神奈川県鎌倉市。学歴、北鎌倉女子学園高校。所属事務所、愛企画。経歴。内藤陽子さんは小学5年生の時、通っていた小学校でエースコックのワンタン麺の CM 撮影をしていたスタッフにスカウトされ、少女漫画雑誌リボンのモデルとして活動を始めます。その後7年にわたって同雑誌の表紙を務めました。そして黒澤明監督の長女がリボンを定期購読していたことから黒澤監督の目に留まり、映画赤ひげのオーディションを受けるよう勧められます。赤ひげのオーディションでは内藤さんと酒井若子さんが最終選考に残り、最後の最後までスタッフ内ではどちらを合格させるか決めることができませんでした。最終的には当時20歳だった黒澤監督の息子、黒澤久夫さんに2人の写真を見せ、久夫さんが選んだ内藤さんに決定しました。1965年、同作品で芸能界デビューを果たした内藤さん。翌年にはテレビドラマ、氷点でヒロインに抜擢され、たちまち人気女優へと上り詰めました。その後も内藤さんは同じく東宝に所属していた酒井さんと共に青春スターとして売り込まれ、映画、大菩薩峠、憧れ、伊豆の踊り子などの人気作品に出演しています。当時は内藤さんの自宅前が観光バスの遊覧コースとなり、自宅が紹介されるほどの人気を誇っていました。1967年にはヒロインを務めた映画、その人は昔の挿入歌、白馬のルンナを担当し、50万枚の売り上げを記録する大ヒットを飛ばすなど、歌手としても人気を博しました。結婚して。内藤さんは人気絶頂だった1970年、20歳の時に音楽家の北島治さんと結婚し、芸能界を引退しました。北島さんは若い頃はザ・ランチャーズとして活動しており、グループ卒業後はソロに転身。その後は作曲家や音楽プロデューサーとして活動しています。また、歌手の加山雄三さんのいとこでもあり、慶応大学在学中には一緒にバンドをするほど仲が良かったそうです。加山さんは映画赤ひげで内藤さんと夫婦役をしており、内藤さんに好印象を抱いた加山さんが北島さんに内藤さんを紹介し、二人は交際に発展しました。結婚後はイギリスのロンドンに移住し、1972年には娘の北島麻衣さんが誕生しています。1974年にはアメリカのカリフォルニア州に移住し、1981年に息子が、1983年に次女が誕生しました。カリフォルニアでは近くの川や湖で獲った魚を調理し、野菜も自家栽培するなど自給自足の生活を送っていたといいます。また、夫の北島さんはアメリカで注目される演奏家となっていき、東洋音楽と西洋ポップスが融合した世界観が高い評価を得て、1985年からはハリウッドで音楽プロデューサーとして活躍。2000年には自身の音楽会社を設立しました。引退後の活動は、内藤さんは結婚を機に芸能界を引退した後、主婦業の傍ら、絵画をはじめ、グラフィックデザイン、コスチュームデザインなど数多くのアート活動をしていました。現在もロサンゼルスを拠点にし、エッセイ、絵本、童話などの創作活動をしています。2004年に出版した天使の羽音、山鳩からの贈り物は、ロサンゼルス郊外に住む一家と親がいない山鳩の兄と妹の触れ合い、家族愛が描かれている絵本で、内藤さんが描いた優しい色彩の絵とぬくもりがある文章がとても印象的な絵本です。2005年には絵本、お日様に抱っこを出版しており、同年アート展も開催したようです。
その他にも自伝や対談本を出版しています。娘、北島麻衣さんの親権騒動で。内藤さんは2014年、娘で女優の北島麻衣さんの息子をめぐる出生騒動に突如巻き込まれてしまいます。長女の麻衣さんは1986年に芸能界デビューし、CM やドラマでの女優活動や歌手活動を行っていました。そして、元光源氏の大沢みきおさんと長らく交際していましたが、1996年、妊娠を機に結婚しました。その後、男の子を出産しましたが、2005年に離婚しています。麻衣さんはその2年後に仕事で知り合った男性と再婚し、2008年には女の子が誕生しました。そのため、長男は大沢さんが親権を持ち育てる形となりましたが、その後世間を揺るがす騒動が起こります。大沢さんが息子との血のつながりに疑問を持ち、DNA 鑑定をしてみたところ、大沢さんとは血縁がないことが明らかになったのです。大沢さんも2008年に再婚しているため、科学的にも法的にも親ではない状態になり、麻衣さんも現在の家庭を大切にしたいと息子の親権を持つことを拒否しました。その結果、祖母である内藤さんが麻衣さんの息子の親権を持ち、夫と共に育てることになったのです。しかし、その孫は2019年に女性への暴行事件を起こし、逮捕されてしまいます。この事件に関しては、親としての責任を問う世間の声が大きく、麻衣さんへのバッシングは未だに強いようです。現在、2013年に内藤さんは現在の様子について、お母さん業を重点に置いて、孫たちのためにぬいぐるみや絵本など創作活動を行っていると話しています。2017年には NHK 連続テレビ小説ひよっこがきっかけで内藤さんが話題になりました。ドラマの中で竹内涼真さんが内藤さんのファンであることを主人公の有村架純さんに話をするシーンがあり、多くの人が内藤さんを思い出したためツイッターでもトレンド入りしました。20歳で電撃引退した内藤陽子さん、引退後は娘と孫にまつわる騒動で多くの苦労があったようですね。これからも好きな創作活動をして充実した人生を歩んでほしいです。あなたはどう思いましたでしょうか？アート活動も頑張ってほしいと思った方は高評価お願いします。またこの件に関してコメント欄で皆さんで一緒に話し合いましょう。チャンネル登録していただいたらニュースの裏側をいち早くお届けします。最後までご視聴いただきありがとうございました。